もうあの血もだいぶ洗ってあるから、それそのまんますぐ調理できますので、綺麗でしょ。あとはあの鈴木とかと同じおろし方で、まあガイドライン入れて、うん、いつものようにやるやり方。ただここの腹の骨が硬いから先にこう立ててカットしちゃった方が、ここはすごく硬いのよ、腹の骨が。だからこういう角度で入れて、それからそうするとね、うん、あとはできるでしょ、うん、自分ね、そうすると、まあ、身も綺麗でしょ、うん、ほらね、だからここが硬い、この骨が、うん、あと背びれとかすごくあの鋭いから、だからガイドラインを入れて、でまああの骨に沿ってね、骨を感じるようにこう歯を、だからこういう時はこうフレキシブルっていうか柔らかい、うん、
それでここ上げて、ここから少しこうしてね、入れて、それでこっからこう引くとこれがすごく硬いわけよ。だから最初にタイの場合はね、タイとかでかいやつ、スズキとかもここにこう最初入れた方が手切らないようにして、こうこの骨を最初立っちゃえば楽。そしたらまたこっちひっくり返して、とにかく安全安全にいかないとダメだからね。だからこういうのもあのグローブしてこうこうやって押さえてさ、滑らないようにね。あと骨に骨を感じて引いちゃえば、ね、そしてこう上げると。ここなんかももうあの美味しいから、あの牛お汁、俺といえばどこやったっけ、例えば島で、あるね、白子。内臓は手で、これが白子とか、ちっちゃいねまだね。これ白子、はい。うん、天ぷらにするって。あとこれ肝、これは味噌汁でも何でも肝。うん、これも揚げちゃってもいいし。うん。あとはダメだねこれ。いいね、さっきまで生きてたんだもんな。ちょっと待ってね、今お湯沸くから。
粗汁は俺動画で鈴木のあげてるから、うん、まあ参考にね、はい、同じですから作り方は。電話でも聞いたし、うん、うん、あでも白だしって入れませんよね。なんか味薄いなっていう時はちょっとね、うん、うん、隠し味で、うん、だからメインで使ったらダメ、うん、塩もあんまりいっぱいじゃなくて、だから塩も一度に入れずに、うん、そのこうやって 3つでこうやると 3g ぐらいなんですよ、うん、それの自分で感覚で覚えないと、うん、いちいちまあ俺らの計量しないで勘でやってるけどさ、うん、塩ってほら濃くしちゃったら直せないのよね、うん、だからちょっと薄いかなぐらいの感じで止めといて、だしちゃんと取ってれば、うん、一口目二口目で味が乗ってくるから、うん、その辺がバランスがさ、うん、難しい。だから最初の一口で決めちゃうと意外と味が濃くなったりするんだよね、何口か飲んでるとさ。だからそれぐらい繊細なもんだからさ、だからしっかりだし取ってね、魚の旨味をだしに乗せればそんなになんていうかいろいろ調味料入れる必要ないわけよ。でここね、ここはこうだから、こういったらちょっとこう上げて刃先で骨を感じるようにちょっとここ身を上げてこの骨を立っていけばいい、ね、そうするとここが一番硬いから、このままなしでこう引くと全部引っかかるのよね、うん、特にタイでもまあスズキの大きいのでもそうだけど、うん、あとはスズキなんかそこわざとつけといて手でビリビリなんてやってる動画もある、ね、あどうなんだろうね、いろんなスタイルあるから一概に何とも言えない部分もあるんだけど、俺は変になんかこう俺らみたいな素人が持ち上げたりなんかしてるとこう割れるみたいですね。あ、見割れするよね。それやってなんかつなげるみたいな、ビリビリとか綺麗ね、うん、ほらつかないんでしょうもんね。じゃあとりあえずこれ1枚これ、はいはい、でも鈴木なんかは見割れはある程度しょうがないよ、あれそういう部位になってんだもん、うん、筋肉が、うん、はい、半身徹底的にここで取っちゃう、うん、赤いところ、うん、これが雑味の元になるのね。だから俺はいつも湯しもってしないんだわ、うん、その代わりこういうの使って一生懸命こう取っちゃう。あれさっとお湯あれしてコロコロってなったのまたこう取ってるんですかね。さっとねお湯に入れて、まあ汚れと、うん、あとはこの取りやすくなるんだよね、うん、だそれも手だけど、なんか俺それでも出汁が出るような気がしてさ、うん、それよくはこの処理の段階で綺麗にすればほら綺麗でしょ、いいわけだからっていう発想なんだけどね。うまいよ、タイのあら汁またね、スズキと違って うまいうまい。
それでまあこう刻んだらこの濁りがなくなるまでさらして、これだけほら綺麗になればもう即できるわけよ。うん、そしてまああのしばらく置いとくとまたこう出てくるから、水がほら濁らなくなるぐらいまで何回もやって、まあこれ状態でも随分綺麗だから、あの柏木さんだったらこれをちゃんとほら混合削り節サバ節でね出し取って、昆布とうまいよ。はいどうぞじゃあ柏木さんの分は終わりだわこれで。うん、まあ奥さんも待ってることだろうから。5月30日に行ってきます。ああもう予約してある、うん、いいね。またでかいの頼むわ、はい、これ45センチ、うん、うん、綺麗綺麗、うん、うん、綺麗だ、いい色してる。でもこのぐらいが食うのに一番いいよね。あのね、要はねパンサイズって言ってフライパンのパンっていうのよ。そこから来てるわけ、うん、だから俺なんかほら洋食でアクアパッツァって、うん、オリーブオイルとニンニクとアサリ入れて、うん、あれをフライパンにきっちり入るぐらい、これよりちょっとちっちゃいぐらいだね、尻尾、うん、このぐらい、うん、それがうまいんさ。だから大台になるとお味だって言うけど、あれは大丈夫だと思うよ、うん、もっとでかくなるからね、うん、80とか90でももう最近見なくなったりしてますね。いやまあ冷めっていうか、そういうアップするには大きいのはいいけどさ、やっぱ食うとなったら、うんうん、確かに釣るのも大きいの嬉しいけどさ、内臓あんまり胃に入ってないね、ベートがさあんまりね、うん、といて、あこれも肝だわ、少し閉まった？閉まった。うん。閉まっちゃった。あ、本当？うん。玄関もあっちは持ってってしまう。あ、本当？うん。まあマグロも人気なんでしょう。うん、そうみたいです。ねえ。なんか足元見て、あっちのレアの方ですね。うん。いやだからさ、そういう風に なるしさ、結局希少な魚だし、今規制が厳しいみたいじゃないですか、大間なんかでも取れなくなってきてます、ま、そうだろうね、うん、もう釣るなみたいな世界だよね。うんうん、そりゃね、うん、やっぱ道具も金かかるしさ、憧れだもん。うん、でも前ほらマグロね、あれだけ大きなの食い出があったもん、やっぱりいい経験してるよ。あとあれだね、大サワラもうまいね、でかいのね。あ、本当？いや、でかいのよ、本当？本当に？でもボートでしょ、みんな。ボートな、大変なの。俺、ボート持ちの友達いるからそそのかして行こうかな。終わんない？何センチぐらい？80ぐらいあんかな。いいね。そこにプラントがあるんです。そこのプラント行くと、新潟さん言ってすごいサワラが来てる。あ、本当？いやサワラ西京焼きにいいんだけどさ、あ、タイもいいよ西京焼き。いや、味噌残ってます。うん、だからうん、切り身にして、うん、ラップに、うん、ラップに、そのままでいいから、うん、白味噌、うん、ラップ下に塗って切り身を置いて、うん、上にも塗ってラップして3日後、うん、西京味噌すんごい使えるよ。変な木綿みたいなの、いや、いらない。それでできた時って味噌って落として焼くんですかね。うん、落とした方がいい。落として焦げやすいのよ、うん、
だから弱火でじっくり焼いた方がいい。強火ダメ。でも洗って落とすじゃないですよね。洗った方がいい。洗った方がいい。水で、うん、水で表面、うん、味噌落として、まあ、味染みてるから逆についてると焦げる。あ、そういうもん。うん、だから俺なんかね、最近あの白味噌さ、とんかつの肉あるじゃん、普通のとんかつ、あれをの豚肉よ、あれを叩いて伸ばして西京味噌塗るのよ。うん、それで、はい、ね、あのブラックペッパーもちょっと混ぜてさ、それで3日ぐらい置くわけ。それで3日後に全部洗って、焦げやすいから弱火の水で洗って、それでテフロンのフライパンに油敷いて弱火で焼くの、じっくり。うまい、うまい。これもお酢だったよ。あ、そうですか。うん、白子あったらちっちゃい。ただまだ未成熟、うん、大きくはなってない。いい身だな。今が旬なんですかね、タイって。そうでもない。残りね。でも今まだ4月に言います。残りじゃないでしょ、まだ成熟してないからね、うん、なんか4月でも全然まだ春のタイっていうかね。うん、そうかもね、うん、もっと太くなるもんね、うん、多分どっちかっていうとほらスマートじゃない、うん、細くなってまただんだん痩せてくるっていう。そうでしょうね、うん、あの産卵終わった後とかさ、うんうん、魚って不思議なもんで。綺麗だ。どうやって食べようかな、俺は。明日の動画にしようかなって言って、いい素材だから。ジャンの中にそのまま入るような、はいはいはい、うん、炊き込みでも美味しいよ、うんうん、あの普通小さいタイ使うんだけどさ、うんうん、あの切り身にしてご飯で出汁取ってさ、うん、タイ飯って検索するといろいろ出てますよ、うんうんうん、
昆布とカツオで、要はご飯炊くとき水に入れるけど、それを出汁で、うん、それでそのままタイポンポンと上に乗っけてさ、昆布入れて、ちょっと塩入れて、うん、塩じゃなくても白だしの薄い出汁にしてもいいわ。それで炊くの、美味しいよ。ただ水の分量気をつけないと、いつもの水と同じぐらいでいいんだわ。しっかりしっかりそれだけ見て、すんごい美味しい。タイでもほらタコでもさ、炊き込み、うん、タイは特に出汁出るからね、美味しいね。上手にね炊くと、ちょっとうまいわ。もうここまでしちゃうと、もうあとは出汁のあら汁、まあなかなか慣れてないとほら怖いからね、手怪我しないようにちゃんと道具ビシッとしてグローブしてやらないと。でも田沢さんって現在は釣りしてるんですかね。いや釣りは行ってないけど、うん、ほらまあ寒いしさ、最近会ってないけど元気だと思うよ。たまに来るわ。これ刺身も別に食えんすよ、ね、あもちろん、うん、まあ今日でもいいし、ちょっと寝かしてもいいし、うん、まああとほら昆布締めだのなんだの、うん、うん、こういうところも汁ね、うん、美味しいんだ。これは好きだな、汁が。じゃあ明日は、明日の動画はタイ尽くしでいこうそういう楽しみがあるわけよ。まあもちろんプロっていう部分もあるんだけどさ、加工したものがどうなっていくかっていう、みんな結構見てくれてて、まだまだね登録者少ないんだけどさ、うん、なんとか好きなことだから続けてね行こうかとは思ってるんだけど。編集がね、あ動画編集大変だね。俺はまあ客待ちの時間とかほらパソコンでやってる。パソコンでやってます。パソコンじゃないと難しいよ、ね、うん、スマホでやる人もいるけど、あんま大したことできない、ね、これを知る。徹底的にこの赤いところをね洗って洗って、いい出汁出るんだこれがまた。頭も一緒にやっぱ作るんですか、うん、俺はこのぐらいのサイズだったら頭も一緒に、うん、入れてやった方が、まあ椀に盛った時頭こうあるとかっこいい、でっかい大きめのような感じです。でこれを水でさらして何回かこう塩ね洗って、だから家帰ってもさっきのこういうふうにザルでこうさらしてはこう捨てて、ちょっと濁るでしょ。これを繰り返して、まあほぼもう血合いは取ったから、血合いっていうか血の部分はね、そのまま出し取ってあら汁で OK ですので、今日はありがとうございました、いやいやいや帰っていいものいただきたって、いやいやそんなことない。